青年の肖像、または若者の肖像は、サンドロ・ボッティチェッリに帰属される肖像画である、イタリアルネサンス絵画の例である。パネルに、テンペラで1480年代初頭に描かれ、現在はワシントン DC のナショナルギャラリーに収蔵されている。この絵は、1922年に美術史屋のバーナード・ベレンソンによって、ボッティチェッリに帰属された。 この作品の特徴として、ボッティチェッリの興味深い表現と、優雅な手のジェスチャーが含まれ、若年性関節炎、または、マルハン症候群の初期の描写として解釈している、人もいる。ポートレート・オブ・エイユース。ナショナル・ギャラリー・オブ・アート。2020年9月24日、閲覧。 h t t p w w w s c h o l a r s r e e s o u r c e c o m スラッシュプラウツスラッシュワークスラッシュ214457220ガンダルフォジャンパワローマレニギアンロレンツォモンティラファイエラ・パリッキーニアンナコロベリシアラ・グンティサンティーニピアカルロナショナルギャラリーワシントン ニューヨークシティ、ニュースウィーク、インク、アンドアルノルド・モンダドリ・エジトレ、ピアニッシモ、2829、ワイリー・インター・サイエンス・ハット、http コロン、スラッシュ、スラッシュ、ニュース .bbc.co.uk スラッシュ、1、スラッシュ、ハイスラッシュ、ワールド、スラッシュ、ヨーロッパ、スラッシュ、8444202ド stm。ありがとうございます。